ですね、何気に久しぶりですかね、久しぶりのあの方にですね、ちょっとかえちゃん、このミニ四駆についてちょっと相談があるので、早速ズームをつないでみたいと思います。初めてこうつないで替え玉で流すっていうのやってみたかったんですよ。なのでズームをつないでみたいと思います。アスト店長、こんにちは。久しぶりです。アストです。もう今日ちょっといろいろ相談がありました。本当に本当の相談です、マジで。本当の相談があるんですけど、え、元気の相談もう真意になる番組とかじゃなくてリアル相談、リアル相談、マジでリアル相談、もう真意の、はい、あの本当に相談なんですけど、え、替え玉的にはもう2ヶ月そうね、うん、そうですね、あのクソ暑いところで収録して以来結構経つね、結構経ちますね、お待たせしてます。え、はい、でもあのアスト店長ではあの、はい、実はお久しぶりでもないんですよ、またあのこの機会のタイミングで案外なんかそんなに合ってない感じもないものですよ。そうなんですよ、あの合わせちゃったけどあれなんですよ、まあの家電企業さんで、そう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 、あの前回はあのラジオでって話はしてないだけでね、そうなんか隣にいたみたいな雰囲気になってるからね。そう、あの家電企業さんのあのミニ四駆の特集ページ、そうですね、ね、あれでなんか一緒に出させてもらって、ヒロミさんと一緒に乗ってた。はい、ちょっと待ってください、あの肩書きすごい恥ずかしくなっちゃったんですけど、そうそうそう、会社はマルチタレントさんでいいんですか。そう、ミニ四駆大好きタレント甲斐ヒロミさんのこと、おお、ミニ四駆好きなんだって言われるけど、マルチタレント甲斐ヒロミさんってミニ四駆もできるなら相当マルチだなって自分の感想がいっちゃうっていう。会社もそういうことマルチタレントみたいな、恐れ多いマルチタレントという肩書きをいただきました。本当にマルチですよ、めちゃくちゃめっちゃマルチです。やめてください、マルチですよね、マルチヒロミはやめてください、本当にマルチヒロミですよ、マルチヒロミはもうよくわかんないことになってる。あ、そう、聞いてください。いや俺さ、いや買いましたよ、これ。ちょっとマジで、ね、アント店長、初番にお店走るとか久々ですよ、ね、アント店長、アント店長、今日のご相談本当まさにこれだったんです。今日これだよね。そう、今日アント買いましたね。今日実はあの木曜日に替え玉配信されてますけど、はい、あの発売日の次の日に今これあのズーム繋いでますんで、やっぱ当日買っちゃいますよね。ね、当日ね、新橋行ったもんね。そう、新橋にね、あの早めにちゃんと行って新橋に買いました、2台、2台買ってきました。アスト店長、ミニ四駆じゃないから、ちゃんとしたミニ四駆ファンだからちゃんと好きです。タミヤさんからもらったところなんか自前でちゃんと買ってるから、あ、もうかえちゃんもちゃんと自前で2台買いましたからね、もう本当に発売で。それ分かるんだって、横のところにあのタミヤ新橋で買った時に入る値段とかってままなんだちゃんと買ってますよすごいとこ見るじゃないですか。すごいとこ見てるじゃないですか。いや今ちょっとフレームにしてくるとき値段見えたぞ。やっぱ新橋のやつだ。すごいね、よく見てますね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。で、かえちゃん、あの VZ シャーシーあの作るの実は初めてで。あ、そっか。大体ね、いつもあれですね。MS シャーシーとあとは LM シャーシーとか。そうなんですよ。はい。そうね、最初のやらばとのやるんですね。そう、なんだかんだこう VZ シャーシでしっかりこうマシンを組んでいくみたいなのがあんまりなくて、はい、ちょっとこうせっかくなんで、このロードスピリット発売されてレーザーパーツめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、はい、なんか替え走りをこうこのロードスピリットでも、ね、そう見せていきたいなってちょっと思って、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。そうっすね。だからどうしようかなと思って相談したの。組んだことないなら一回じゃあ素直に組みつつ、ちょっとね、これまでのマシンに寄せていくのか、全く新しい替え走りを作っていくのかでしたね。替え走りね、替え走り、そうか、替え走り、ね、替え走り、そう、やっぱ替え走りもやっぱこのレーザーミニ四駆のちょっとシリーズと一緒に替え走っていって、あの今 BMAX っていうのもやってますよね。あー、はい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 、 BMAX ね、うん、はい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 、今ね結構みんな、うんうんうん、そうね、あ、ちょうどいいかもしれないね、ロードスピリットで、うん、いつもね、あ、クリアボディ使いがちだけど、ロードスピリットだったらば、うん、これ素直に組んでいけば、そういう改造もできるし、でこのレーザーのパーツが使えることで、ちょっと改造の幅も広がってるかもしれない。うん、レーザーのパーツがブレーカーもついてるでしょ？はい、なんかあのリアの部分、なんかすごいことになってましたね。ね、
これ作ってみて、こうレースとかに参加してみたいです。でまずこのロードスピリットを作らないと始まらないな。ね、そう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 、じゃあまずは作りましょうか。え、楽しみ。はあ、いいね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 。え、いいですか、この今までのね、このカエちゃんのね、このコースアウトを何度もしてきたカエ走りのこのエアロバンテ。はい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 。に今度はこのスタイリッシュなこの原型もこのね大切にしつつもこう走りながらっていう替え走りを、やっぱ6年目の替え走りをちょっと見せていきたいなって思って、うん、なんか替え走りってフレーズがさも当たり前のようにずっと言ってるけど、なんか替え走りっていいですね。まあ、VS チャージの進化発展系ということなので、はい、新しくもあり、懐かしくもありという、じゃあそんなロードスピット、じゃあ組んでみますか。組んでみたいな。あ、しかも今カエちゃん MS なんで両軸じゃないですか、モーターこれ。はい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 、VZ って片軸ですよね。あ、そうですね、そう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 。あ、じゃあなんかそういう違いも楽しみながらいけますね。そうだね、ま、だでももともとあれだもんね、最初に AR にさせたの。はい、AR 片軸でした。あ、だったら、ね、逆にいいんじゃない、馴染みもあるし、そういう意味ではいいです。あとあの途中のカッパーバングも。あ、そっか。で、あれもね、FMA でね、ここで。キャラ違いながらもね、通ずるところはあるから、じゃあちょっとお楽しみですね、これ。じゃあまず一回作ってみましょう。あ、じゃあ一回作ってみましょう。あとでじゃあ。よかった、お相談したよ、はい、ちょっと。うわ、今後のなんか目標できました。早く走らせたいな。もう早い、まあね、早い。気持ちが先走って、替え走りだ。うん。そう、そうね。まずは組めよって感じ。まずは作って、参加したいと思います。はい、ということでじゃあね、じゃあ改造の範囲もね、まとめつつやってみますか。よし、まずはレーザーミニ四駆スクリーンレーザー。